敵地はと記憶取り戻したいんです。えい、どっからでもかかってきなさい。さあどう動こう。私の番。はっ、ほっ。ま、こんなもんでしょう。無茶しないでよ、あなたたち。はいはい、無茶しないでよ、あなたたち。するなら容赦しないよ。では行きましょう。
魔するなら容赦しないよ。明日も遊びに行こうかって話があるんだけど、来ない？ごめんなさい。明日も家の手伝いなんです。そっか、大変だね。ううん、好きだから平気ですよ。するなら容赦しないよ。せい、いつでもやれます。大丈夫ですか？当たって！完勝です。やりました。するなら容赦しないよ。どうしようかな。私の番。ほっ。えい。楽勝だったのです。
よいしょっと。うん。するなら容赦しないよ。仕掛けます。やーい、いつでもやれます。じゃあ仕掛けます。大丈夫ですか？当たって楽勝だったのです。ブン、えい、これ邪魔するなら容赦しないよ。私、頑張ります。行きましょう。行きましょう。やります。さあ
行くよ。いつでもやれます。当たって完勝です。やりました。ズバッと。私頑張ります。毎週お家の手伝いか。私は土日は思いっきり遊びたくなっちゃうな。習い事もやめちゃったんでしょ。確かバレエだっけ。私そんなに上手くなかったから。それに転校でバレエスクールが遠くなってしまって、毎週親に送り迎えしてもらうのもなんだか申し訳なくて。
くできた娘さんだ。じゃあ親父臭いからやめなよ。ちょっと、私
頑張ります。あなたもバレエしてるの？はい、もうやめちゃいましたけど。なんでやめちゃったのか聞いてもいい？それは今のって志保さんの記憶？そうみたいです。バレエってバレリーナのバレエだよね。思い出した。私昔バレエをやってて、でもやめてしまったんです。なんでやめちゃったのかまではわからなかったね。誰と話してたんだろう。友達かな。友達、はい、大切な友達だったはずです。でもそれ以上はまだ。そっか。なんだか不思議な感覚です。パズルのピースを拾い集めてはめていくような。ピースはまだまだ残ってるはずだよ。探しに行こう、志保ちゃん。はい。あ、なんか周りと雰囲気が違う建物があるよ。本当だ。あれはお店かな。それにしてもあんなところにポツンとあるなんて。意味がないわけないよね。待って。また邪魔する気？こいつらまるで。あのお店に近づけさせたくないみたい。一旦こいつら追い払おう。よし、これで。ってまた出てきた。ユキ、こっち。まず、このままだと囲まれちゃう。ふふん、そっちがそのつもりならこっちにも考えがある。レナさん、ココロ、シホさん、ちょっと強引に突破するよ。はい、行きます。
私の番。せい、畳みかけるよ。襲ってくるんだろうね。野生の生き物ってわけじゃなくて、明らかに私たちを狙ってくる。聞いてみるか。心の歪み。記憶を取り戻すためには
歪みを正せって感じ。まあ分かりやすくはあるけど、なんだか恥ずかしいですね。心の中を見透かされてるみたいでちょっと分かるかも。でも皆さんに協力していただいている身でそんなこと言ってられませんね。まあまあ、人間誰しも他人に知られたくない記憶の一つや二つありますよ。金城さんもあるの？そりゃあるでしょ。わかんないけど忘れてるもんねまったく適当なんだから。さ、モンスターも倒したことだし、今度こそあのお店を目指そう。そうね。するなら容赦しないよ。はっ、行きましょう。何かに使えそう。ブン！邪
邪魔するなら容赦しないよ。えい、行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？行きましょう。当たって！くらえ！いつでもやれます。大丈夫ですか？当たって！ほっ、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。本当にこのままでいいのかなって思う時はあります。
しょっと。私もバレエしてるんだよね。そうなんですか？すごい偶然ですね。昨日も練習終わりに雰囲気のいい喫茶店があったからやってみたんだ。ありがとうございます。また来てください。うん、もちろん。で、言いたいところなんだけど、それは難しいかも。ここには短期レッスンを受けに来てるだけだから。この近くに有名なバレエの先生が住んでるんだ。じゃあここにいるのは一時だけなんですね。ちょっと残念です。
いつでもやれます。いつでもやれます。さあ、えい、楽勝楽勝、負ける気がしないよ。えい、負けません。一気に畳みかけるよ。
けます。さあ見るとわかるけど、喫茶店だね。喫茶店、あ、そっか、コーヒーってこのお店と関係してたんだ。春日さんのお気に入りの喫茶店とか。喫茶店、コーヒー、なんだか懐かしい感覚。この家にも見覚えがある。いや、見覚えがあるところじゃない。これはきっと。入ってみましょう。ここはやっぱりそうだ。ここは私の。かしこまりました。少々お待ちください。もう志保、毎日手伝ってくれなくてもいいのよ。ううん、いいの、好きでやってるから。そうならいいんだけど。さんの思い出。あの感じ、聞こえた女の人の声って、多分私のお母さんの声だと思います。あれ、ということはここって。そうだ、思い出した。ここは私の実家、喫茶ラタンです。そうだったんだ。お邪魔してます。ここは思い出の中ですよ。そっか、つい。だんだん記憶がつながってきました。あの時の電車の友達。あなたもバレエしてるの？あの子はお店に来てくれたお客さんだったんです。なるほど、お店で知り合ったんだ。はい、それからたまに見かけると会話をするような仲になりました。あの時も電車でたまたま鉢合わせて、その後何かあったはずなんですが、
一旦電車のところまで戻ってみる？そうだね。喫茶店のことが分かった今なら別のことを思い出せるかも。よし。何を作ろう。作れそうなものは、何を作ろう。これにしよう。はいは、任しとき。どれにしよっか。余ってる。どれを使う。一丁やりますか。できた。何を作ろう。材料は揃ってるかな。この辺に置こうかな。上出来ね。何を作ろう。これにしよう。何を作ろう。これ作ろう。任せといて。はいはい。
任しとき。どれにしよっかな。この材料どれにしようかな。この材料にどれにしようかな。始めましょう。できた。よし。よろしくお願いします。
やったね。そうだ。ふむふむ。うん。そっか。またね。行くわよ。すごっ。わかった？ありがとう。レナさん。そう？ありがとう。まあまあ楽しかった。ほどほどによろしく。もっと頑張らなきゃ。
感じ。いい感じ。行き先はどうしよう。戻したいんです。これから別のバレエスタジオに移動なんだ。いろんな先生に教わるためとはいえ、あっち行ったりこっち行ったりするのは疲れるの。大変ですね。うん、でもバレエのことなら全然気にならないんだよね。私も好きでお店の手伝いをしてるはずなのに、あなたみたいにうまく笑えなくて、なんででしょうね。私でよければ話聞くよ。力になれるかはわからないけど。ありがとうございます。取っておこう。
もともと父はサラリーマンでした。喫茶店を始めたのは私の転校がきっかけです。転校？はい、小学校の頃私が問題を起こしてしまって転校になっちゃったんだ。問題を起こしたこと自体は納得してるんです。自分の気持ちに従った結果だったので。ただそれで父がそれまでやってきた仕事を辞めて喫茶店を始めることになって、お父さんが本当にそれで納得してくれているのか私には分からなくて、だから私は毎日喫茶店を手伝ってるんです。まるで罪を償う囚人みたいに。志保、このまま電車でどこまでもずっと遠くまで行っちゃおうか。え？遠くってどこまで？わかんない。終点までかな。私なんだか悪いことしたい気分になっちゃった。全部投げ出して、一度も見たことがない景色を見たら、こんな変わり映えのしない毎日から抜け出せるような気がしない？その子は私の悩みをいろいろ聞いてくれて、そしたら言ってくれたんです。ずっと遠くまで行ってしまおうって。あてもなく目的もなくその電車に乗り続けて、そうしたらきっと気持ちがいいからって。なんかかっこいいね。はい、私から見るとあの子は自由で
何にも縛られていなくて羨ましかった。二人はどこまで行ったのかな。追いかけようよ。きっとそこにあるのが一番大切な思い出でしょ。はい、私は彼女に連れられて、そこでとても大切なことを教えてもらったんです。私の特別な思い出です。特別な思い出。秘密基地と同じにしても、志保たちこんなところまで来ちゃったの？大丈夫？今さら心配したところで、思い出だからどうしようもないでしょう。見守るしかないね。きっとここに志保さんの大切な思い出がある。はい。夕暮れだね。もうすぐお家に帰る時間。きっとこの思い出もあと少しで終わる。ありがとう。よし。ブワン。負けません。ほっ、行きましょう。いつでもやれます。
行きましょう。大丈夫ですか？行きましょう。大丈夫ですか？楽勝だったのです。
丈夫ですか？打ち抜く！楽勝だったのです。戦闘開始。ダメ。えい。はい。はっ。いつでもやれます。するなら容赦しないよ。セイフ。よし、かけます。くらえ。行きましょう。大丈夫ですか？えい。いつでもやれます。なんだか冒険みたいだなって。冒険？ビルの森をかき分けて、人の波をかき分けて、未知の大地を歩く。これって冒険なんじゃないかって思って。変かな？ないです。冒険か、そう言われると。
でしょ。邪魔するなら容赦しないよ。はっ、いつでもやれます。さあ、えい、さあ、完勝です。やりました。スマット、負けません。行きましょう。さあ当たって、やん、仕掛けます。当たって、完勝です。やりました。またいい、私頑張ります。ほっ、えい、いつでもやれます。やあ、やあ、くらえ、仕掛けます。えい、やあ、完勝です。やりました。容赦しないよ。はっ、仕掛けます。当たって、えい、当たって、行きましょう。大丈夫ですか。やん、
きっと私たちもレールの上の電車と同じだよね。どういう意味ですか？私たちは大きく道を外れることはできない。今日私たちはちょっとだけ脱線したけど、でも明日にはまたいつも通りの日常に戻る。脱線したままだと戻ってこれなくなっちゃう。だからレールに乗って進んでる。ゴールもわからないままね。思い出が近いです。あの子が私を呼んでる。私たちはまだ子供だから世界も全然知らない。レールがなくてもどこにだって行けるなんてのはさすがに絵空事だよね。そうですね。いきなり全てが自由になったら困るのは自分自身かもしれません。でもだからこそ一個一個納得していくしかないんだろうなって。線路の上に障害物があったら順番に取り除く。それを繰り返していくしかないよね。順番に取り除く。目の前に問題が立ちはだかったらその度に足を止めて問題に向き合う。じれったいけどね。はい、じれったいです。私は抱えている問題を見て見ぬふりをしていた。ただそれだけだったんです。しほちゃん、お父さんに言いたいことがあった。伝えたい気持ちがあった。知りたい気持ちがあった。でも言えなかった。それを変えてくれたんです
一つ一つ今を変えていかないと未来も変わらない。それを教えてくれたのは何？出た！デカブツ！みんな！目の前に問題が立ちはだかったら、その度に足を止めて問題に向き合う。行きます。強くならなきゃ。また一歩強くなれたら。
眠る力が。より高く、より強く。やった。これはフラグメント。シホさんの思い出の結晶で、これがこの世界の核になってるんだって。私の思い出。シホちゃん、触れてみるのです。はい。私、お父さんと話してみようと思う。私の本当の気持ち、お父さんの本当の気持ち、ちゃんと話し合って納得したいから。このままだときっと線路は塞がれたままだから。うん、きっとそれがいいよ。ありがとうございます。ひなこ。こちらこそ。今日は楽しかったよ、しほ。しなかったけど、でもこの日のことはずっと覚えてる。たった数日の関係だったけど、でもひなこが私を変えてくれたんだ。皆さん、本当にありがとうございます。いろいろ思い出せました。記憶戻ったんだね。よかった。しほちゃん、こころ久しぶりだね。しほちゃん、私のことも。うん、大きくなったね。しほちゃんも。一件落着かな。それじゃあ今日のところは帰ろう。帰るまでが探索だからね。遠足じゃないんだから。これが私の記憶。どう？
邪魔するなら容赦しないよ。いつでもやれます。当たって、いやいつでもやれます。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。取っておこう、大切なものだね。思い出したこといろいろ教えてよ。はい、皆さんのお力になるものがあるかは分かりませんが。きっとあるよ。何しろ今は何にも分からない状態だからね。そういえば白井ひな子ちゃんってあのバレエで有名な人？何何、有名人なの？近年まれに見るバレエの実力の持ち主で、バレエをやっている人で知らない人はいませんでしたよ。え、そうなの？私知らないよ。すごい、天才っているものね。なんだろう。言えることはできない。ただ一つ言えるのは、これはいい現象ではないということ。全ては星崎青、あなたがここに来てから始まったの。あれどういう意味だと思う？謎。クラックとかいうのも結局わかんないままだし。それにしてもなんで青ちゃんだけなんだろう。信用できるのかって意味なら、新しくここに来た私もそうだと思うんですが、
そうだよね。志保ちゃんも警戒されてもいいと思うんだけど。なに恥ずかしいな、もう。まあこんな調子の人だし気にするだけ無駄な気もするけど。青ちゃんはいい人なのです。その用語何？私もまだ短い付き合いですが、星崎さんが悪い人ではないことは分かります。そうそう、あんま気にしなくていいよ。私たちはこれからも何も変わらないし。うん、青ちゃんは青ちゃんだよ。みんな、目的地はっと。
出発。
よいしょっと。でも、ありがとうございます。
よし。先はどうしよう。さあ行こう。これ。よし、取っておこう。はあ、
よし。はあ、ありがとう。もっと仲良くなりたいな。よし。